You are my lover.
はい、こんにちは、僕たちがさかな&フィッシュです。お願いします。お願いします。はい、先ほどね、2人コラボで、はい、魚顔ということでね、はい、出させてもらいました。はい、はい、僕たちはですね、名古屋アカペラサークル JP アクトから来ました、さかな&フィッシュというバンドでして、はい、パーマネントフィッシュさんの曲を、はい、歌っているグループでございます。はい、今日もね、全部パーマネントフィッシュの曲を当たり前ですけど、そうね、用意してきたので、はい、聞いてください。はい、まあ、早速ですけども、次は2曲連続でお届けしたいと思います。では聞いてください。小さな僕の愛し方。忘れられない今日の悲しみは全てを僕にください。忘れられないぬくもりに変えて今夜あなたを包みましょう。僕にできる最大限の愛し方で。よしお願いします。力になりたい。
ね、なかなかね、パーマネントね、そうね、そう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 。で、まあ東京来て朝着いたんですけど、お腹がすごい空いてて、まあなんか安くて美味しいパン屋さんパンの食べ放題を携帯で見つけて、はい、そこにみんなで行こうと思って、うん、そうなんか東京どこだっけ、品川駅だっけ、品川駅ですに600円で朝食べ放題みたいなのがあって、ね、これ行くしかないと思って、うん、こんなすごい店あんのかと思って最高だよね、名古屋には存在しない、そうそう、うん、で探してみて
ったんですけど、まさかもね、なんか品川の駅の近くに車も止めて、うん、品川駅まで頑張って歩いて、駅なんか何回駅を歩いてないねみたいな感じで、あの駅にいるおじさんに聞いたら、どうぞ、いや、どうぞなんか改札の中にあるよって言われて、そう、入んなきゃいけないじゃないですか、ね、そんなのやめてよ、待って、そう、言ってないよ、そう、これは罠だっつってな、そうそうそう、まずこれが東京の罠だ、そう、第一ね、第一でも第2は、そう、その、まあそこのパン屋さん、まあ行くのやめて、うん、まあなんだろう、近くのパン屋さんがあったんで、うん、行ったんですよ。で、まあ僕の中の罠なんですけど、そこにフレンチトーストっていうのがあって、ね、結構食べない、めっちゃ美味しそうですね、美味しそうなやつで、うん、あって、そう、なんかシナモンが乗ってたんですけど、うん、シナモンの粉が多すぎたっていう罠、ロロロロコボしてもう、ね、すごい店内、すごいおしゃれに、まあ、東京って感じのお店だった、いっぱいついちゃったそうそうそう、そうなんですね、はい、食べるたんびに、まあまあまあ、っていう罠、まあ、いっぱいありましたっていう、うん、罠ばっかりだよね、私の罠もまだある、いいよ、なんかドリンクをエスプレッソを頼んだんですけど、うん、まあ普通にマグカップ一杯もらえるのかなと思ったら、ちっちゃい300円で、本当これぐらい、うん、これぐらいで、で、高さもこれぐらい、コーヒーのミルク入れるぐらいの大きさかなと思っちゃうレベルあ、はい、これが東京って元気だって言っても、はい、ワナ来たと思って、まあね、そうです、まあでも、まあ僕らが悪い、うん、そう、僕らのね、うん、勉強不足、そうですね、まあ、次は勉強してこれだね、思います、はい、以上です、以上です、はい、以上です、というわけでね、最後の曲になります、聴、はい、てください、怪獣セレナーデ、僕が無事と酔われないたりメソメソと泣き言言えば笑われる、怖い顔した怪獣の一瞬、ふわっと影優しい声あるかと上置き去りにしてやってきた笑いはそう荒木のリボン、誰よりも愛しい怪獣。